DC とはフリーオープンソースの P2P P ファイル共有クライアントでダイレクトコネクトネットワークや ADC プロトコルに接続することができる。主開発者はジャセクシエカでハーノイスダックという愛称を持っている。2008年現在 DC はダイレクトコネクトのコミュニティで90%のシェアを誇っている。DC はニオマージェスダイレクトコネクトの フリーオープンソース代替クライアントで、同じファイル共有ネットワークに接続していて、同じファイル共有プロトコルに対応している。DC が前日の人気を得ている理由の一つが、NMDC と違って、いかなるアドウェアを含んでいない点である。ダイレクトコネクトネットワークにはたクライアントが多くあり、これらのほとんどを DC、モッツとされ、DC のソースコードを元にした DC。 修正バージョンである。DC モッツの一部は以下にある。これらのクライアントの一部は特化されたコミュニティ向けや、特定の実験的機能や、DC から削除されたとされる機能に対応するために開発されている。実験的機能の例として、ハッシングがあり、当初、b c d c に搭載されていたが後に、DC が採用した。DC とそのフォークを示した、チャートズ DC における、 フリーオープンソース環境のアドバンテージは、オリジナルクライアントに機能を追加した、いくつものモッツが公開されることである。多くのユーザーが、将来的なリリースが含まれる DC にパッチを送信しているが、開発者によってリジェクトされた機能もある。パッチをリジェクトする理由にとして、コードが貧弱だったり、取るに足らない、乱用されかねない、過度に特化された機能だったり、 メインクライアントになかったりするなどがある。例としてアップロードの帯域制限、色付けされたチャット、特化したオペレーター機能、例としてクライアント共有チェックがある。一部フォークの開発者は DC に機能の提供やアップストリーム還元バグ修正を行っている。ありがとうございます。